はい、おはようございます。おはようございます、はい、大変ご無沙汰をしております。そうですね、はい、いろいろ、まあ、引っ越しあり、そうですね、ワークショップあり、いろいろありで、ちょっと今のカットで何どこ、いよいよ今週末、23日にイベントが開催されます。すでにご紹介している通りで、即売あって、相談コーナーがあって、ワークショップがあって、お茶会があると。でワークショップの方はおかげさまでもう1ヶ月前にですねソールドアウトということで、ありがとうございます。今日は、その盆栽紹介と、それをねちょっと作るというのをやってみたいので、まず盆栽を作ってみるということですね。で、はい、今回はですね、私は塗装が結構商品やってる方は人気あるということで、うん、たくさん、入手しまして、はい、その中から一つですね、ちょっとね難解なやつをゲットしてきちゃったんですね、うん、こういう何が何だかわからないっていうね。でこれをですね、こんな木を入手したらどうやって作るかっていう、はいはい、あまりケースないかもしれないですけど、まあ、とりあえず剪定のね、いわゆる荒木って言っていいのかどうかわかんないですけど、何も手を加えてないような木をどういうふうに剪定して作っていくかっていうのをちょっとやってみたいと思います。私も、どうなるかわかんない、構想が立てないんで、ちょっとやってみて怖いんですけど、ちょっとこれやってみたいと思います、はい、後ほど、盆栽紹介いっぱいありますので行いたいと思います。いろいろ向こうにもあるんですよね。あるんですよ。もうね、今回だから来ていただいて物がないじゃないかって言われるのが申し訳ないんで大量にもうこれ片付けなきゃいけないのにまた増えちゃってですね、売れ残ったら増えちゃうじゃないですかどうしようって話なんですけどそうなんですよ、茨城からもたくさん持ってくるんで、増えちゃう上にまたさらに増えちゃってるんで、皆さん買ってくださいと。どうしよう。そうですね、ただ今回は自分が買いたい木を買いたいお値段でお安く出してますんで、まあ売れ残ったら売れ残ったでいいかなっていうのもあるんですけど、この辺の欅なんか可愛いですよね。それね、1500円3500円でこの枝ぶり、これ、ね、みんな欲しいって言われちゃってるんですよ、はい、まあこれ後ほど後ほど、はい、もったいぶって、はい、じゃあまずこれやってみたいと思います。お願いします、はい、お願いします。それではね、やってみたいんですけど、まずどこから手をつけるかっていうのがあるんですけど、まあ、長いやつ切ってってもいいんですけれども、下枝をねまずちょっと切っていこうかなって。まず幹が見えないんですよね。そうですね、で、下枝っていうのは、新白だとか五葉松黒松とかだとこう枝の下に出てても針金かけてこうねじって横にするってことはできるんですけど、塗装の場合はですね針金でねじると非常に弱い、枯れやすい、ということなんで、下枝のものはもう取っちゃう。でましてや枝がいっぱい出てるんで、小枝が、はい、下枝のものはもうそのまま切っちゃいます。少しずつまあ幹っていうかね、どういう動きになってるのかを見ていきたいと思います。とりあえず下枝ですね、こういうちょろちょろしたようなやつから少しこれのも取っちゃってもいいと思うんで、はい、ちょっと取ってですね、まず幹筋で、まず正面も何も頭も何も分かんないんで、ちょっと切っていきたいと思います。はい、はい、そうですね、ここら辺の上にあるんでこういうのはいらないと思う。もうなかったと思えばいいってよくね、切っちゃってこう書いて、よくどうしようってなるんだけど、みんなもともとなかったと思えば大丈夫だと、いいって話ですよね。だから太い枝だけ切らないんですね、ね、それだけ気をつけて。で痛いんでね根津って言うんですよね。根津とかね、ハイネズとか山塗装と普通の塗装があるんですけど、これでも結構痛い方ですね。痛いのが、山塗装、安草のやつとかはなんて言うんですか、なんて言うんですかね。だからそれぞれ種類がありますよね。塗装法だとか紫塗装だとか、ありますよね、白塗装とか、それぞれ名前ついてると思いますね。安草は確かに痛いですね、これ。パプニング。あ、危なかった。よかったよかった。よかったよかった。もうちょっとかな。少し幹が見えてきました。もうちょっと取りますね。で、大体幹がここに見えたんですね。ってことは、こんなとこに出てもしょうがないんで、ここら辺は取っちゃっていいと思います。これもちょっと、ここら辺にあるんで、ここに枝があるだろうという想定のもとに下枝ですね。お、少しずつ見えてきたかな。これもいらなさそうだな。そうですね、一箇所なんかきっかけ作るとなんかいらなさそうなのが見えてくる感じがします。いらなさそうなのっていうのはいらなさそうっていうのは、例えばここにちょっと太そうな枝があるよ、
でここに2本ありますから、そうするとその手前が横がいらないんじゃないかってなりますよね。そうだん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 こう見えてくるわけですね。当初ですね、一番差し枝になるかなと思ってた、うん、あそ こっちの太い枝飛び出してるやつで、これがですね、今見えてきたのが下の方から少しこうなんか見えましたよね、うん、足元一曲あって、うん、横に行って幹流れなのか流れなのかこっちでもいいんですけど、いずれにしても逆に行ってるんでこれ抜いちゃいますね。抜いちゃいます。いいですか見えない立体的にこれ、はい、あ硬い、はい、抜いちゃいました、うん、なんとなく見えてきましたね。なんとなく見えてきましたね、うん、でこれ辺するとまたこの横のこっちも、はい、少し幹こう曲がるところまでは枝いらないはずなんで、はい、こう1曲目ですね、そこも抜いちゃいますね。これでもね、これ最初の状態で作れって渡されるのもちょっと怖いですよ、私だってちょっとビビったもんこれどっからどうやってつけようってつけようって感じです。でやっぱりみんな そうですけど大事な枝は切りたくないから、うん、それね、でどれが大事か分かんないから、うん、まあただ今言ったようにこの1曲目があって、はい、そこにあっても、うん、ダメなんで最初の幹をやっぱり曲がり見せたいんで、うん、これのやつ抜いちゃうっていう、はい、はい、抜いていっちゃいますね。これは買った人がちょっと難儀だったかもしれないですね。難儀、難儀の王でしたっけ。難儀の帝王、帝王かいや自分で言わないってあそうだ、ワークショップには大河君のお父さんも来るそうであ、そう来ますね。で昨日行ったんですよ、もう搬入でね、はいはい、そしたらオーナーの娘さんとか友達がダメになっちゃって、うん、やっぱ同級生が、はいはい、同じ飲み会のグループの同級生が、うん、また友達がすごいですよね、この我がね、我がそうですね、この辺はね結局後で切っちゃうかもしれないんですけど、とりあえずこの2つあるからっていうことでその周辺を掃除してます。残す枝を決めて、そうですね、まずはこれがあいいなというのが、うん、決めたらその周辺のいらないやつを整理すると、うん、あとは正面決まった段階で綺麗に取っちゃうと思うんで、うん、そこですね、はい、であとはこういうちょっと小さいのは後々必要かもしれないんですけど、こんなにいっぱいあってもしょうがないんで、とりあえず見やすくするためにもちょっとちっこいのは切っていっちゃいますね。こういうの、こういうの取っておけば、こうやって切っていけば残した枝に栄養が、うん、そうですね、強くなってくる。そう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 、で同じところにいっぱいあってもしょうがないんで、うん、とりあえずまあ失敗はないだろうということで少し抜いてって、これもそうだな、しかし元気ですねこれね、うん、だから人気あるのかな、年老って。確かに商品は作りやすいですよね。ねえ、太るし、バーって伸ばしてバツンって切ってそこから作り直せる、うん、そうですね、そう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 、芽吹きもいいですからね、うん、それもあるんでしょうね。昔の矢島さんの動画とかに見ると、うん、グワーって伸ばしたやつを、あーなるほど、こんなバツンって切ってそこからまた作り直すみたいな。すごい、こういうのがあれになるんです。あー、伸ばした途中枝こう切るみたいな形で小さく作るんだ。この辺に、ある程度こう形を作っておいて、これを伸ばして後でこう切るんです。なるほど、はい、そうだから長い枝でなんだろう、元にあればいいんですけど、なくても結構長い枝ってこういうとこからぷくって吹くんですよね、図書はね。だから普通はね、短い枝取っといた方がいいって、こういうのをね、五葉松だとこういうの取っとけって言うんですけど、あの図書の場合は長いものがあっても途中で吹くんで、うんうん、とりあえず今はちょっと枝の整理をしないといけないんで、こういうちっちゃいやつを逆に取っちゃいますね、うん、その辺からだから商品やってる人への魅力というかね、うん、そうですね、そうですね、今言ったその図書は小枝の途中から土引きするん、土引きっていうか枝が吹くんで、あの作りやすいっていうのを知っててもらえれば、うん、知ってるか知ってから人気あるのか分かんないけど、これから始めるね、当初、まあ、ちょっとね、最初に買う気ではないじゃないですか、あんまり。そうですね、まあ、買う人もいるでしょうけど、そうですね、男っぽいっていうかね、松っぽいっていうか根菜っぽい樹形なんで、初心者向けに、初心者向け流行ってますね。かな、あのカンちゃんの初心者のすごい伸びてます ね、初心者から一歩前みたいな、一歩前 ね、初心者の図書の作り方、初心者あの木買わないとね、ちょっともうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、はい、はい、はい、一つ見えてきました。なんかね、いい感じの曲が見えてきて、本当だ、ね、それでこれがね、前に来てるんですよ、枝が太い枝が、はい、最後こう前に来てるんで、
そうすると正面は そっちかなって、うんうん、枝が最後こう来てるんで、だからどこで頭を作ってどうするか、ここら辺が差し枝になると思うんですけど、頭をこの辺で作るのかこの辺で作るのか、それによってやっぱりこっち取っちゃうような感じになると思うんで、はい、このね上に上がって下1回落ちてますよ ね、そうですね、ここら辺の変化面白いし、こちらを正面にして少し枝をちょっとまた抜いていっちゃいます、はい、こっちの方。ちなみに足元は見えました？足元まだ埋まってんのかなと思って。あ、そうですね、どうでしょう、でもなんかこれに根ありますね、うん、こっちにも根があるから、あ、いいですね、いいかもしれないですよこれ意外と。あら、ちょっとあら、まあまあ幹も太いしね、えいいお値段しそうね、えこれ5000円ぐらいで売ろうと思ってたんだけどちょっと作ってみて、ね、作るとちょっと5000円じゃ安い気がするかもしれないですね。てかこのすぐの曲がりがいいんですよね、やっぱり足元の一曲ってね、ダイも買ってみたらいいんですよね、だから頭が回ってるか山の中なんだかわかんないけど、ヒルマさんやんなきゃよかったのにって ね言われちゃうかもしれない。ちょっと整理しますね、前の方ね、はい、はい、はい、結構あらかた終わりましてですね、うん、こんな感じなんとなく見えたと思うんですけど、ここら辺はね将来取るかもしれないんですけど、はい、一応ちょっとつけといて全部やっちゃうと一応買う商品なんで、うん、買った人がね少し やったらいいかなと思うんで、であともう少しだけですね、先端詰めていきますね、はい、飛び出したところで、ここら辺はまあ差し枝になってくると思うんですけど、うん、頭を、まあ、こっちかこっちなんですけど、とりあえずこっちは頭候補にして、ここを少し切り詰めて、で例えば先ほど言ったようにこういうところに小さい芽がここについてますよね、うんうんうん、でこういうのも芽当たりというか芽ができる可能性があるんで、はい、手前の方は少し、あこれもそうですね、芽がねありそうなんで出ること期待というのもあって、これ辺で一回切っちゃいます。はい、はい、でこれも同じぐらいで、なんかもうこの状態だったらすぐ売れそうですね。うん、うんね、最初のだとちょっと分かんないけど、最初だとね、でちょっと長いやつもこの辺もなんかもうこういう予備がここにはあるし、うん、これ切って出てくればということを期待して切っていくと、はい、今までずっとなんか針金かけのね動画多かったですけど、こういうハサミ作りというか、うん、こういうので作っていく、図書なんかはそれでいいと思うんですよね、うん、結構いますよね、うん、ハサミだけの人もね、そうそうそう、図書だとそう、梅なんかもそうですけどね、ハサミ作りで打っていく、これが例えば出なくて枯れてもまだこっちがあるとかね、うんうんうん、下手すとこれまた胴吹きするかもしれないですね、こんだけ切っちゃったからね、どこからの、だからこう今だから生かす枝を決めて、うんうん、ここからその枝を細かくしていったりとか、そう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 ですね、ちゃんと枝として残していくみたいな、うんうんうん、でも2年ぐらい作ればすごい いい気になりそうな気がしますね、こんぼりになりますねきっとね、これもちょっとちっちゃくここにあるんで立て替えて小さく、なんかここまでいくと、はい、ちょっとこれとこれ針金かけましょうか、針金かけますか、あいいかこれねだから、うん、あーとサムネ的にはねこれちょっと下げたいんですよね、はいはいはい、これ感じわかります、うんうん、ね、いいですよね、下げたいですよね、サムネを意識してください、サムネを意識、これ下げたい、これね、うん、これどうですかとか言って、いや、え下げましょう、下げますか、ハサミ作りで言ってることがとりあえず細い針金で 1.2 ミリぐらいかな、いやこれだってほらこれで動画出ると頭でかいなとか言われる、世界的にね見てる方いらっしゃるんで、そうですね、うん、外国の人からも結構声かけられましたよ、あそうですか、うん、ね、あのツイッターあげたんですけど、昨日もフィリピンの方が来て、はい、うん、私を盆栽系盆栽系って言って、うん、アイムヒルマーって言って一生懸命、アイムヒルマーサンキューサンキューって、うん、僕いまだにあれですよ、あカメラマンの人ですかって言われます、そうですか、いや俺が盆栽系だよってあで針金かけるときごめんなさい急に、はい、これとこれだと矢印になっちゃうんで効かない、うん、効かないんで、はい、これとこれをかけたいんですけど、幹の外側を巻いてえ分かんないか、この外側を通して、矢印になっちゃうから矢印になっちゃうからぐるっと回してるんですね、これとこれ、うん、はい、ぐるっと回して、結構痛い痛い、黒でも痛いのにね、どうしようね、でも破傷で
選ぶ人もやっぱり いそうですよね、図書ね。あ、そうですね、八津さん図書が好きみたいな。あ、もう人もいるんでしょうね、最近のね。あんまり痛くないからっつって。そうですね、我々からするとこれが本物なんですよね、うん、いやー、でもよくなったな、作ったか、作りたくなっちゃったな、これ、うん、売ってください。動画復活はいつ頃に。うん、だからね、やっぱ4月にならないと落ち着かないか。今さっき言わなかった、うん、だから3月はね、多分4週ぐらいにわたって、うん、こっち持ってこなくちゃいけないんですよ、木を。そうか、木を。ただ一つ反応がありますよ、うちの車ちっちゃいんで、荷物も運ばなきゃいけないし、うんうん、盆栽も4回ぐらいに分けて持ってこなきゃいけないし、うん、ってことを考えて、でさっきちょっと言いかけたんですけど、車検も3月にあるんですよ。はい、完成ですね、うん、とりあえずは。でまだ枝は少し、ここら辺も残してあります。はい、あれはカタカタがどんどん切り込んでいって、やっぱりこましていって、で枝まだね、抜く枝あると思います、はい、だから重要な頭といつも言うね、差し枝と、でここら辺の枝と、で裏枝もここら辺も頭もこれペンハゲにならないようにいくつかこういうの残してあるので、で埋まってければいいと思いますね。でここら辺は お好みですね。普通は取っちゃうんですけど、まあせっかくあるんで、うん、まあ、商品模写の場合はあってもいいかもしれないですね、うん、お遊びでね、あってもいい気はします ね、 そんなに違和感ないですよね、うん、やっぱ商品模写ってこうやっぱいっぱい葉をつけたいんで、うん、いいかなっていう感じがしますね。ということでこれをちょっと販売いくらにするか決めますか。え、いくらにするんですか。いくらします。どうしよう、図書がなんか今相場高い、上がってるんですか。上がってるらしいんです。らしいんですよね。でなんか国分のとこでも1万円だ1万5000円だっていうのがゴロゴロあったっていう。まあちょっと国分ってもう出来上がってる気だから、そうですね、なんとも言えないですけど ね、 そうですね。僕の感覚、ええ、だったら8000円。あ、いいですね。8000円でしましょう。私もそんな感じだった、感覚的には。そうですよね、うん、1万円ってちょっと高い感じするから。高いですよね。でせっかくのあの安く、うん、だけどこれ売れ残ったら1万円以上で売ります、うん、お祭りでは。そうですよね、多分あの業者の人買っていっちゃうと、うん、これだったら8000円だったら、ね、あの僕買うかもしれない、だから私も8000円なら買う、うん、さっき言ったいい木を買いたい値段で売るっていう、今回のコンセプト、8000円で、8000円で、じゃあ早物勝ちです。早物勝ち。幹がね動いてるからいいんですよこれ、うん、ね、ということで作っていけばね、まあ、3万4万5万ぐらいになりますよ。いや、多分、うん、足元もすでにねこんだけ太いんでね、うん、いや思いのほか良かったですこの幹の動きが。そうですね、うん、面白い。ということでとりあえず完成ということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ商品紹介に前移ります。移ります。移ります。どうぞ。はい。それではね、イベントの商品紹介ですね。で、ね、今回目玉はですね、欅を結構入手しました。はい、でこれすごくいい木です、自分で言うのも。うん、いい木で安いです。これ安いっすよ。3500円。3500円。ね、これちょっとあとね、これ全部針金かけたいなと思ってて、少しだけ4500円になっちゃうかな。で、これは、こちらの方も欲しいって言われてたんで、こちらの方こちらの方も欲しいって言うんで、ね、売れないんですよって言ったら行きますって言われちゃったんで申し訳ないんだけど、で今日もね、あの教室の方がやっぱりちょっと値段違うんじゃないのって言われたんですけど、うん、こんなのもね、少しこうやっていけば、そうですね、うん、いい形になると思います、うん、あ、これもね、これ2500円ですよ。これはこっち正面にして、はい、もうできてると思うんですけど、うん、ちょっとこういうのを やれば、はい、2500円、安いしなきゃもうだからで買っちゃいますもんこれ。私売ったら買っちゃう買う値段ね、買っちゃう、そう、買う値段 で、 で、ね、お遊びでね、こういうのもこれ700円なんですけど、うん、将来よくなります、なりそうな、うん、でこれよりもね、もっとちっちゃいのが、例えばこれ辺の、これはもう私が以前あの5センチ盆栽欅を作りたいって言ってたの時、はいはい、まさしくこれをね作っていけばいいんですけど、うん、これは、一回軸切りして刺してるっていうことなんで、まあ、根は直根じゃないと、うんうん、なんかいっぱい出てますけどね、まあ、元気な木なんで、はい、そんなのもいっぱい出します。でこれは欅シーズですね。で新箔は畳み込みで自分が作ったやつはね、昨日だいたい6000円平均 で、 ほうほう、で物によっては5000円とか8000円とかあるんですけど、うん、でこれはね、私が針金かけたんじゃないんだけど、今朝ね、ちょっとギョッとやってて、これ4000円で、うん、
なかなか、まあ、よくわかんないですけど、ね、よくわかんないですけど、この辺相関見ればわかるか。あ、そう、そうか、相関、相関相関にしようと思って、はい、ここ間が空いてたんでこれ引っ張ったんですね、今朝ね。あ、うん、で、ギュッとでもっともっと畳み込めるん で、うん、でこんなのとかで、やっぱり4000円で出してたやつで、うん、1個もったいなくなって戻しちゃったんですけど、これはね、1個すごいいいのがあったんで、いいこれはね、1万円つけたんですけど、畳み込みって感じですね。うん、ものがで、もっと畳み込めます、これ。こんなのやつも1万円、これが心拍の中で一番高いかな。でもね、こんだけ詰まって太いやつですから。そうですね、うん、でこんなのが多すぎて、昨日、茨城の棚から持ってきて、こういうのもいくつかあったんで自分で作ろうと思ってたんですけど、うん、これ3000円。3000円、これ足元ね、曲があるんです実は。ここに曲があって、で枝も結構ついてるんで、うん、作れると思います。いろいろね、いろいろできると思います。差し穂でもいいし、そうそうそう、接ぎ木しても面白いかもしれない。ぎゅっと、ま、曲げてね、こういうのをぐーっと下ろしてきてもいいし、うん、かんちゃんなんかとか川崎線作ってるの、県外のね、あ、そういうのも、最近なんか県外が好きだっていう人も結構いるんで、そうですね、こういうのもできるし、文人もできるし、何でもできると。で、あとね、黒松がやっぱり人気なんで、黒松も用意しなきゃなと思って、うん、これは私気に入ってるんですよ、これ。こっちが正面かな、うんうん、とりあえずね、5800円つけましたけど、はい、これはもう6000円以下だったら私も絶対買っちゃう、うんうんうん、これもいいぞ、これ、こういうの、うんうん、のを用意しました。はい、はい、あとね、結構ちっこいのはね、あ、これこれこれ、これもね、昨日ツイッターだけど、これはね、いいですか、これ古いんですね、うん、これも6000円で6000円。はい、どっちが正面か、そうですね、そっちかな、こっちもいいですね、こっちもいいですね、はい、うん、とあとは長寿梅がね、これこれ、うん、これもいい、私お気に入り、これで3500円、3500円、うん、でもっと太くていいやつが5000円で出してますけど、うん、これも私が割とこういうの好きなんですね。なるほど、吹き流しと、はい、これがね、3つありますね、うん、3500円、2つと、あと他にも、あとはね、塗装がいっぱい、ね、塗装もいっぱいあると、今回仕入れて、これが3500円ですけど、うん、ここシャリが入ってるんですね。そうなんですよ、これ両方入ってますね、こっち側とこっち側と、うん、じゃあ板シャリ、あ、うん、板シャリですね。あ、僕欲しいな、そしたら文人もできるし、ね、ここを叩き込んでできるし、曲がついててね、シャリも入ってるんで、もうあとはつなげるだけじゃないですか、つなげるだけだから、片方どっちかね、1本にしていけば、うん、で文人だな、文人できちゃうんで、これがね、2本、この大きいやつは、2本あって、余ってたら買おう。あ、これいいですねこれいいですねこれ8000円ね。あとミニですね、ミニ、ね、どうですか、これ良くないですかね、これ、うん、これ6000円、6000円、ね、足元から曲がってて、うん、でこれ7000円つけたんですけど、うん、ちょっとさっき思ったのは、この辺のやつがなんか、この辺が、1万5000円ドアで売ってるよっていう話聞いたんで1万円つけたんですけど、国風立春か、ね、これなんかねじれてるんですよね。あ、これすごい、それいいじゃないですか、いいですよね、足元ね、うん、こんな風になってて、でとりあえずここで正面作って、これ針金私かけてないんで、あ、そうですか、クロスしてますけど、うん、まあいいや、で、あまり先輩の悪口言ってもいけないんで、で、これが面白いですよ、なんで、それで1万円でもいいかもな、いいかもしれないですかね、これちっちゃいからね、それ、どうだろうな、9000円、まあ、現地でね、もしあったら言ってください、今さんに交渉してください、塗装は交渉してください、ちょっと他のと相場値が高いんで、はい、で1個ね、あ、これも高いかもしれない、1万2000円したんですけど、もう完成に近いですね、こっちの正面がいいかな、そうですね、この辺がね、塗装についてはお声掛けください。そうです。はい、これ今3バットあるじゃないですか。3バ、あ、全部でね、11バット。11バット。もう7バット持ってっちゃったんで、今4バットしかないですけど。8も入れて。8は別ですね。8別で。8別。ああ、相当な、普通のお店よりあるかもしれないですね。売店より、ね。どうだろうね。普通の売店ぐらいかな。8は、お店さんじゃないですか。300円、500円、うん、1000円と2000円と。ということで、あ、じゃあ買いやすい値段、買いやすい値段で、あとは、あとね、もう運んじゃったんですけど、こういう包丁木、ね、こんなのはね、1200円で、あ、いっぱいあります、10本以上あります、うん、それから長寿梅のこんなやつ、
買いすぎだと思うんだよな。これもこれいくらですか。これ1500円にしたんです。1500円、うん、あの足元この下はねちょっとどんだけあるかわかんないですけど、できるだけ下足元からこう枝があるやつを、うん、これちっちゃいんでね、枝も結構ね分かれてるから、うん、これだったらミニもできるんじゃないかなと思って、うん、なんかもったいなくなってきたのこれ私好きな形ですね。そうですね、はい、こんなやつが売ってますんで、まあ、ひるまさんの木が買えるっていうのが今回ので私ね全部こう選んできてます。これなるほど、たくさんある中からチョイスしてきて、うん、ただあの1点ではあれなんで3つとか10個とか、うん、あのそういう感じで集めて買ってますんで、いいものをお安く、はい、はい、お待ちしてますんで。でもお茶するだけでもいいし。そうですね、というのいろいろ お昼ももう試食してるらしいです、うん、作ってもうなんか、なんかね、もうお遊びになって自分たちなんか楽しんでますけど、まあ、身内もお客さんも一緒に楽しんでっていうね。私の同級生も多分いっぱい来てると思います。そうですね、なぜかなぜかいっぱい来てる。なぜか分かんないんだけど、そんな感じで、1日楽しんでいただければ、はい、じゃあ最後にもう一度2月の23日祝日ですね、朝10時オープンです。ちょっとね天気がねあんまり良くないかもしれないっていうんで、うん、ただそしたらねあの彼女はじゃあテント用意しようかって言ってたんで、もう何でもあるんで、まあ早く来ていただいてですね、はい、いいものどんどんなくなっちゃうと思うんで、盆栽相談もありだから少し持ってきてもいただいてもいいです。一人一鉢なら、あの相談乗りますよと。そうですね、相談のそれはだから午前中しかないんで、午前中なら、ちょっとバタバタしてるかもしれないですけど、場所を言ってないんで、武蔵浦から徒歩12分徒歩12分、ガフっていうギャラリーなんですけど、はい、昨日ちょっと話してたら中原のが近いっていう噂もあるんで、うん、それは調べて、そうですね、載せておきます概要欄に。そうですね、はい、ということで、4時までですね、うん、やってますので、来てコーヒーだけ飲んで盆栽楽しんでもいいですし、はい、ということで、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。はぎれかわいい終わり方がいや、ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。はい